金光道は、李氏朝鮮後期の画家。字は、この王。号は、断言のほか探求、聖子、高眠り理子寺、徴用よきななどがある。本願は、金海。朝鮮王朝後期を代表する画家の一人であり、金光道は、新純福、朝商業とともに、三円と称されている。館長にある中人の家庭に生まれ、安産で育つ。母方は、 外院を多く排出する家系であった。当代の名手と歌われた教与明に顔を学び、その推挙により図画書外院として出資。1773年には王与孫の肖像画を描いている。清楚が即位すると徴用され、王族や王の肖像画を描いたり、王名で名称金剛山など各地に派遣されたり、行行に付き添ってその風景画を描いたり、 竜玉寺の仏画を描いたりした。その傍ら、口述する風俗画を多く描き残している。また、木製家の武芸図普通史に挿絵を描いたり、松下も子こずなどの鳥獣画も描いた。シルムズが有名だが、役人に見つからないように、両藩を批判した内容の春画集、うんうず町も描いた。没年は、はっきりしない。病を得たと記録された千八百五年頃に没したと、 する説、没年は1816年以降と見る説がある。山水が、人物が、花鳥画にも腕を振るったが、今日その名が知られているのは、断栄風俗図長など、当時の画家たちが題材とすることが稀であった民衆の日常生活を描いた風俗画によってである。金光堂の後に続いた、新純服、金独身と共に、朝鮮三大風俗画家と併称されることがある。 また、西洋画の陰影技法を朝鮮でいち早く取り入れる試みを行った画家の一人とも評価されている。朝鮮の伝統文化や朝鮮王朝時代の風俗が説明される際にその絵が引用されることが多い。王に徴用された優れた画家でありながら、庶民生活への親しみを込めた絵を描いたこと、その実績に不明な部分が多いことから、後年に多くの伝承が生じた。 韓国においては、その生涯を題材にした、小説、ドラマ、映画も多くあり、エンターテインメントとしても消費されている。ありがとうございます。